皆さんこんばんは。うーちゃんやめて、うーちゃんやめて。皆さんこんばんは。うーちゃんやめて。じゃあ出ないよ、もう出ればいいじゃん。痛い痛い痛い。邪魔ばっかりするのでもう出しました。このこれ何ライト、女優ライトっていうんですか、その女優ライトっていうか、まあ YouTube の人が使うライトですね。あんたこれが目的なの？お母さんの動画の邪魔をして、あなたがしたいことはこれだったんだ。わかった、じゃあいいよ、願いを叶えてあげる。願いを叶えてあげる、自分の食べ過ぎたお腹を世界中の皆さんに晒すのがうーちゃんの希望だったんですか。タックルしました。あのね、これかまって決して皆さんかまっていないわけじゃないんですよ。もう本当にもうこの人は超甘えん坊なんですね。ほらママ何言うか、もう何タイトルからそれちゃった。もう本当にもう2000、もう怖い、集中できない。2022年9月、14日水曜日、19時30分です。今から動画を撮って、うーちゃん今から動画を撮って、さて何時に皆さんに編集をトゥルルルルルルッとパパパパッとして皆さんに、会えるでしょうか。びっくりした、ごめんびっくりした。よいしょ。もうお風呂入ったんです。金木犀の入浴剤でお風呂入って、でもう入浴剤もうね、ママ今メイクしたばっかりだから口紅が、今日はそうですね、楽しいことが毎日いっぱいあるので楽しいことを順番に言っていこうと思うんですけど、一番じゃあ最近ね、もう元気で楽しくて毎日がすごく楽しいんで、皆さんにお伝えしたい楽しいことって本当にいっぱいいっぱいあるんですね。で、何から話そうかなと思うんですけど、今一番気になっている自分のお腹、下腹部がすごい出てるんで、それを気になってて、今日はそれをこうやって体操して、もううーちゃん秋ぐらいにもう秋ですね、冬ぐらいまでにはキュッと締めようと思っています。うーちゃん、ママうーちゃんのこと構ってるじゃん。ずっと一日中構ってるのに、なんで動画撮るときにそんな意地悪するの？構い足りないってことはないですよ。四六時中構ってるんですよ。もう困ったな。もうなんか集中できない、動画に集中できない、すいません。まあ毎日投稿が今日で16日目になりますんで、やっぱりこういった突然なアクシデントがあって当然だと思います。うーちゃんはほら話が変わっちゃうじゃん。うーちゃんはもともとすっごいちょっと人と離れただけでもものすごい寂しがり屋さんなんですね。でも私今お仕事行ってないんで、ここもう何年も2年ぐらいですか、ずっとこの人とべったりなのに、この人一日中べったりしてもまだこうやって自分が甘え足りない時は甘えてくるんですよ。で可愛いですし十分構っているんですけど、こういう時があります。話がそれちゃったじゃんね。で、ちょっと待ってくださいね。だから、編集をしないで、バッて、うーちゃん？すいません、またアクシデントで。ちょっと待ってくださいね。私、今、お風呂上がりで、身軽な格好をしているので、変なことになったら、また、編集し直さなきゃいけないし、
もうあのなんていうんですか、今ライトが消えたのは私の不具合です。これさ、見せたら悪いもん。あ、履いてるわけじゃありません。短パンです。それからちょっと待ってください。はあ、ねもうこんなことしてる間に、ほら、うーちゃんどうしたらいい。こんなことしてる間にもう5分経ったっちゃったった立っちゃったちゃちゃらじゃんと、うん、ですね、じゃあ、早くね、今で動画投稿を喋ってたらなんかしてくるんで気になって、動画投稿を連続16日目です。日曜日はお休みしてますけれども。ライブの日も入れて連続動画投稿16日目です。それでこれうーちゃんもちょっと気になるんだけど、あのね、すごくお礼言いたいのは、まいさりちゃんが頑張ってるから、応援するねって言っていつも毎回動画にコメントをいただいてる方、本当にありがとうございます。いいね、高評価、そして私が毎日、連続投稿するということで、まいさりちゃんが動画ライブ頑張るなら僕も応援するねって言ってくださっている方、私も応援するねって言ってくださっている方、いつも私が動画を上げるたびに、温かい応援、そして心がキュンってなる優しい、もうあれだけで本当に幸せなんですよね。あのコメントをいただいて本当にありがとうございます。あの先に言っときます、純不動で今日も私の動画見終わったら高評価、そして、登録がまだな方はぜひ登録、そして、コメント、動画の感想などコメントください。よろしくお願いします。じゃあ編集ができないので、ちょっとズボンを着替えたいと思います。ちょっと待ってくださいね。これ悪い、別に全然、あの、いてさっきあの多分なんか準備してる時に足いたてて足の ここにこれもちょっと気をつけないといけないんですよね。ちょっと本当にね気をつけないといけない。足いてててなんていうのかな、足のここにもうね見えないんですけど、老眼でトゲが刺さったんですよ。痛いな。もうじゃあこれを着替えたいと思います。安全なもので着替えて、私が今ね昨日かな、出した動画でダイエットにねついてお話ししたじゃないですか。でもダイエットについてお話ししたんだけど、私が考えてる、ちょっと待ってくださいね、私が考えているダイエットというのはですね、もう全然色気がないですよ。グレーで笑っちゃいますよ。これ安全でよろしいと思います。私が考えているダイエットっていうのはね、その私は昨日17キロとか痩せたっていう、今までダイエットを成功しましたっていうお話をやっただけでね、私が今考えているダイエットっていうのはね、やっぱりもうこの年齢なんで、今から極端な食べ物をぐーっと減らすようなダイエットとか、極端なダイエットをするとまた17キロぐらいも落としちゃうと、落とし方でも和食中心で、体に栄養のあるものをとって、低カロリーのものをとってちゃんと痩せるっていうのだったらいいですけど、私がね、なんていうんですか、良くないなと思うのは極端なダイエット。もうこんな年齢になったらもう骨がカルシウムがねなくなっちゃってポキって折れて、それこそ美しくなろうと思ってるのに運動できなくなったりとかしたら困るじゃないですか。私が求めてるものは健康美です。健康美、心の中から、この体の中から楽しいな、元気だな、幸せだなっていうためのその健康美です。で、そのためにどうしようかなっていうふうにして、思ってるダイエットなんですよ。だからただ単に、あんまりこの前のダイエットは17キロ痩せるとか極端な話したんで、
あ、すごい痩せる痩せる痩せるって、あの僕はあのふっくらがの人が好きだなっていうのもわかるんです。私痩せてるっていうか、あのスレンダーな綺麗な人がお洋服セクシーに着こなすも好きだし、ふっくらした人がいいっていう男性多いじゃないですか。ふっくらした女性も私好きなんです。だからふっくらしてもいいんです、私もふっくらしてもいいんですけど、私がなりたくないのはお腹がこう洋梨みたいにベローンって出ちゃったり、なんて言うんですか、もう私気をつけないといけないんですけど、胃から出ちゃって、横から見た感じですよ。おっぱいがあって胃から出ちゃってお腹が出ちゃって横から、もう本当に私が嫌って思ってるのはだらしない体になるのが嫌だっていうことを言ってるんですよ。だからなんて言うんですか、無理にね、ガーッと、暑いですね、無理にガーッとね痩せることがいいことだって私は言ってないですよ。私が望んでるのは本当に、何したまえって望んでるのはって、望んでるのは健康美です。でそのためにだから私ははっきり言うとだらしない体にはなりたくないってことです。ぽっちゃりしててもいいんです、ふっくらしててもいいんです。ウエストはギュッてしまっていて、ぽっちゃりしててもうふくよかでも、そうそうそう、ふくよかでもウエストとお腹はすっきりしておきたいんです。だからお腹がビロンビロンとかなりやすいじゃないですか、私ね、そう油物とこ最近よく食べてるから。だからお腹はちゃんと腹筋して、こうなんて言うんですか、締まっておきたいんです。全体はふっくらでも素敵だけど、お腹とウエストは締まっておきたいんです。でお尻もできたら上がっておきたいです。最近ちょっと下がってきてるんで、もうなんだかんだ言ってこんな時間になって、よし、じゃあ行きます。じゃあね、本当にちょっと変なお話、さっきトゲが刺さって痛い、チクチクする。で前樺沢先生がハマってるっていうことで、これ緑茶をね1日に4杯飲むと認知症になる、パーセンテージが 50% 落ちる、認知症になる可能性が、もう一回言います緑茶を1日に4杯飲むと認知症になる可能性が 50% 減ります。2分の1になります。で、抗酸化作用があるし、リラックス効果もあるということで、今日は温かいお茶を沸かして、さっきまで氷入れてて、で皆さんに見てもらおうと思ってたんですよ。これ飲んで、で腹筋やって、こうやってマヨサリは、この前ダイエットの話してたけどしてたけれども、健康的に、私は、だらしない体になるんじゃない、ビーボディを目指しています。ビーボディを目指しているマヨサリでございます。それでは、今からしんぱいしないでくださいね。めちゃくちゃかまってますし、ウニのことは、2人はすごく仲がいいです。なんか私が動画とか撮るって言ったら邪魔したい時があるんですよ、すごく。彼女っていうか彼はね、彼女みたいですけど性格ここ置いとったらまたこぼされるかもしれないから、じゃあ行きます。本当にここにトゲが刺さっちゃった、痛い。昨日体調子悪かったんですけど、すっごい調子悪かったんですよ。だから調子悪かったからヨガいっぱいやったんです。そしたら今日すっごく調子良かったので、そのヨガも入れながら見てください。で腹筋、どんな腹筋をしてるかっていうと、これペロンとめくれちゃったらさ、また編集に時間かかるから、めくれてもいいように、どういう風にやったらいいのかな、難しいですよね。まずこうやって、おへそを床につくように、おへそが床につくような気持ちで、お腹をぎゅっと締めます。手は横に置きます。で太ももから足を下ろすんですけれども、足を下ろすんだけれども、足を下ろすっていう感覚ではなく、太ももから下ろすというように考えるということがポイントです。もう一度言います、おへそを床にぐっとつけるような気持ちで、下腹部、お腹に力を入れます。手はここに置きます。手はここに置きます。そして太ももから、足からではイメージですね、イメージは太もも
太ももから向こうに1、2、1、2。もうダメ、こうやっちゃうとまた編集に時間かかる。1、もうここ閉まったやつ、閉まったやつでね。よし、わかった、わかった、これを閉めればいいんだ。もうわかった、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 わかった。もうこういう、ちょっとすいません。これもうこれできないな。あー、ここね、ここが閉まってる感じのでやったら大丈夫なんですよね。一番、なんか、これも自然な私で、もうかなりいい時間経ってますよね。いきます。じゃあいきます、いきます、いきます、いきます。はい、これで OK だと思います。はい、へそを下にして、足ではなくイメージ的には太ももから1、2、3。はい、お腹忘れないでください。へそを絶対床の方にグッと、意識はお腹です。1、2、3、4。すぐねやってると気がそれちゃってぼーっとしながらやっちゃうんですよ。それは効果がありません。お腹をグッと意識してこれでやります。1、2。あと時間が来ちゃったんで、いろんなことで次やります。1、2、これいくらやっても安心だわ。せーので、1、2、3。吐きながら上がる、吸って吐きながら降りる、吸って吐きながら上がる、吸って吐きながら降りるっていうのをゆっくりやります。吸って吐きながら降りる、吸って吐きながら上がる。背骨が一本一本つくようになイメージです。背骨が一本一本つくように、背骨が一本一本離れていくようなイメージです。結構すいません、バタバタしていい時間になっちゃって、ちょっと最後に前回りできるかな。怖いな、行くよ、うーちゃん。ママゴロリンするね。せーので、怖い、怖かった。今すごい怖かった。これとあとブリッジして終わります。やっぱ怖いわ、やっぱ怖い。はい、はい、それではブリッジいきます。手首言わしてるんで、こうはできないね、こうやります。ちょっと変わったブリッジですけど、せーので、こういった感じのをずっと続けて、何日続くか、これも挑戦して、美ボディを、手に入れたいと思います。2022年9月14日水曜日、今日で16日連続投稿で、昨日からまたこの腹筋やってます。これも続けていきます。
チャ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 ラチャチャラチャ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 ラチャチャラララランパンピンポンポン。それでは皆様、どうもはちゃめちゃな動画見ていただきありがとうございました。8時過ぎぐらいには皆さんに会えるかなと思ってます。編集ガガガッといきます。じゃあねー、ピンポンパンポンピンポン。高評価、いいね、コメントよろしくお願いします。いつも優しいコメントくださってる方、本当に愛してる。バイバイキン。